どや、こんばんは。あ、ちゃうちゃう抜けてる、ちょっと、あ、オッケー、あ、オッケー、目が乾燥、初じゃない、うち配信それな、イエーイ、30分しかしないけど、わは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 、ぽぽ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 くだらくだら、お、うちほ大好きさんだって、ありがとうございます。今日はもうね、うん、うん、疲れた、今日はもう、もう疲れた、もうこんな感じシおかしな歌じゃない、本当になんか今日ね、なんかいるね、なんか今日おかしいんですよ、本当になんか動きすぎたのと疲れすぎて、うん、ちょっと眠すぎて、うん、もうテンションがえらいぽっちゃって感じ、ポッポッポッって感じ、ポッポッポッあれあ面白い、やばい、面白い、やばい、前髪崩壊してるから、もう朝の前髪崩壊もうやだそれな、普通にしよう、はい、切り替えて、はい、一緒もうやだ、全然コメントが嫌なことだ、フチハポーズ、フチハポーズ、皆さんスクショ撮ります、あ、そうだ、なんかアンパンマンみたい、アンパンマンは君さ、君勇気を出して、出してもう何してんだこの前も歌った気がする、せっせっせーのもちち、あの子の子の子可愛くないねってんでこの違う、何それ、何それ、え、こっちが何それ、え、ペンギン村、ペンギン村どこ、どこやあの子の子の子かわいくないね、てんでるぼーのもんちっち、あもんあもんあもんちっち、あ、分かった、てるてる坊主のもんちっち、え、みんなは何、え、みんな知らないって言ってる、へぇ、みーかんのはなが、あーもう一回、みーかんのはなが咲いている、おもいからおみち、野原、野原のみち、豪華のおみち、遥かに見える青い海、海が、あ、でもそういうの気がする、そうだよ、間違えた、間違えた、船が遠く浮かんでる、え、違うわ、広いな、大きいな、混ざっちゃった、違いますよ、うん、それは一緒に、暗くなったんだけど、暗い、太陽が水平線の彼方を目指して、誰に言えない夜よ、僕を信じにする。
タリアの曲って知ってるのも少ないかも。あ、2人のユニット曲、うん、確かに。うちは、まあ、卒業するときに、うん、絶対あれをやりたいんだよね。知ってる。じゃあなんて言ってる。今ならふーちゃんこれはもう何回聞いたことやら、ね、何回聞いたことやら、ね、あれは絶対ふーちほでやりたいなって思うし、卒業するまでにふーちほの曲をでなんもらえるように頑張ろう日本、頑張りましょう日本、頑張ろう日本、うん、生レシーフうちほの曲そっかーいやー最高嬉しい。もうあれはもう涙つつぎれるって感じだった。つつぎれるもんね。もうね、照らされた時ね、やばかったよね。え、やばかった。もう暴れた。絶対忘れん一生あの時は。絶対忘れんね、最初さ2人でちょっと呼ばれてさ、うん、怒られるのかと思ってた。なんかしたみたいな言っててね。なんか目合わせてないやつはね、うん、なんかしたっけ。嬉しい、ね、なんでね、よかったね。なんかファンの方にも、うん、なんかやっとこう嬉しい報告ができたって感じじゃない。なんかね、風地方のお仕事ってほんとなかったよね。ほんとない。でもこれからも全然ないよまだ。そう、一回ぐらいにやさせてもらったぐらいだもんね。ほんとにそうだね。頑張ろう頑張ろう。でもこのカップリングを機に、うん、そうだね。なんかもっとグラビアとかもさ、二人でたくさんやりたいもんね。やりたいね。うん、いつもこんな話ばっかりしてるね。こういう話ばっかりしてるよね、二人の時も、うん、お仕事の話がほとんど。もうお仕事ばっかり、うん、本当に、うん、頑張ろう、STU を頑張って、うん、っグリーンアリーナだもんね。そうだよ、頑張ろう。癖の強いものもね。メンバーそれ、え、違う、なんか勝手に考えた。分かった分かった、はい、野球ボールがお庭に飛び込んできちゃって、うん、それに対して怒る、うん、おじいさんの方ね。違う、これ世界有益。もうあ、もうちょっと見、ファンの人は絶対わかんないんですよ。ほら、ハテナ連発してるよ、みんな。雷さん、違う。げんこつ、落ちた。違う。正解は、じゃんけんグーしか出さない人。もっと下で出せよ。スジキの抹茶、スジキの抹茶、いつでも飲みたい。抹茶、飲みたい抹茶、イエーイ。カニの強いものまねって。カニのえ、馬出し大将。え、そうなの。そうだよ。えー、ぽくない。馬出しって同級生みんな馬出しみたいな感じだよね。うん、うん、え、何出し。何なんだろう。タラタラ立つ。あー、ね、牛トラ立つみ馬じゃない。みーからわからん。その耳から言うから。うん、待って、また。ねえ、うしとらうたつみ、うまねずみなさるきじみたいな。これ、ねずみ元に出てきたよ。ねえ、うしとらうたつみ、うまねずみってさ、また、またねえ、うしとらうに戻っちゃう。お前、エンドレスネズミ。エンドレスネズミ。エンドレスネズミ解説して。AB 型でしょ？ C、AB 型。大型でしょ？うん、あとどう、そういうのって何があるっけ？右右、右座じゃねえよ。え、右座って自分がってこと？あなたが、うん、あなたは、うん、11月でしょ。違う。みんな、みんな今のは画面録画しましたか？皆さん。違う違う違う、私の誕生日は11月です。10月7。10月7。ごめん。私の誕生日わかる？3月21。おい！嘘！それは福ちゃんか誰か。あれでも3月でしょ。3月あれ何日だっけ、うん、でもその辺でしょ。ねえ、
待って、わかるよ。夏だ。夏だね。夏多分私が合ってない。本当？うん、うちほだな。うちほだよ。これうちほだよ。もっと二人の時は爆笑してる。てかもっとなんか。なんかもっとサイコパス。もっとサイコパス。言ってることも。ね。何？行動も。うん。っていうで膝を触る、うん、なんか千穂ちゃんの触り方好きくないよね。ふめっちゃ悪いよな。メンバーからほんまに気持ち悪い。なんかもうめっちゃなんか痴漢みたいなんよ千穂ちゃん。なんか触り方痴漢されたことないけど、なんかそうなんか変態なんよ触り方が。なんかもうほんまにめっちゃ痛ことあるね。もう触らんでってめっちゃ痛ことある千穂ちゃんに。なんかほんまに気持ち悪い、うん、一回みんな触られてみてほしい。嫌だ。千穂ちゃんにメンバーしか触れたくない。すごいよ、うん、最近パンできた。じゃ一斉なのでさ、うん、ポンちゃんちゃんポーズちゃんちゃんポーズってやって合うまでやろう、ね、せーの。叫びないよ今の。すごーい。来た来た来た。まあ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 、これがまあこれが。え、すごい。スローンと思ったわ。ね、とまあオーソドックスなポーズだよね。確かに。すごい。ひなちゃんとでも合ってたわ今。うん、合ってた。私もね、福ちゃんとでも合ってた。まあまあまあ。福ちゃんこれとかやりかねんから。これとかやそう。何の話聞きたいですか？何の話聞きたいですか？全役懐かしい。風潮恋あったよね、一回。あったー。ねえ、ね、びっくりした。まさか風ちゃんと同じ恋のことがあるなんてと思ってた。それね。嬉しかったよね。うん、あ、ちょっと深そうな話。お互いの休業を初めて聞いたときは。聞いたときどう思った？うん、私は、なんか、うん、なんかさ、休業って気持ちない時って、うん、ほんのちょっとでも、うん、あの卒業という選択肢も、うん、なくはないかもしれないじゃん。わかんないけど、ね、人によっては。だから休業って聞いた時になんかその選択じゃなくって、うん、1回休むという選択をしてくれてよかったって思った。あ、うん、嬉しい。そう、私も聞いた時は、うん、でも私は結構千穂ちゃんが、うん、なんか結構来てた状態の時だったからそうだね。そう、まあいろいろね、うん、まあ、もちろんなんか私はなんかアイドルでだから、うん、なんていうか分かんないけど、うん、私はそういううちうちのすごく、うん、考えてることとか思ってることとかを全部話すのがいいと思ってるタイプじゃないというか、うん、なんか見せなくていい部分があってもいいと思うの、うんうん、私はすごい。なんかだからこそなんかファンの方の前ではいつもさすごい完璧でいるじゃん、うん、なんか、まあ、イメージがあったから嬉しい。そう、なんかそこを見せないのが強いなと思ってたから、うん、なんかなんだろう、そう休業ってなった時はなんか私は安心した。なんかそう、うん、休んでくれと思って、うん、なんかそうね、いっぱいね、いろいろね、まあもちろんさ言えること言えないことってあるし、うん、そうなんか気持ちの面だったり、そのなんだろうね、お仕事のことに関してもだけど、うん、そのことに対してどう思ってるかの気持ちの面でさ言えないことも多いじゃんファンの方に、うん、それをなんか伝えるべきものでもないと思うし、うん、そう皆さんに元気でいてもらうためのアイドルというか、うん、なんか明るい存在じゃんやっぱアイドルって、うん、だからそのなんか暗い気持ちだったりそういうのを見せすぎるのもあれだからさ、うん、なんか逆にそう休んでくれて、うん、もちろん心配だでもあったけど
なんか選んでよかったんじゃないかなと思う。嬉しい。にゃっ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 と思いますね。マジでふーちゃんに助けられた。本当？うん、ありがとう。いっぱいあってたもんね。いっぱいあってたね、うん、いっぱい話した。いっぱい話した。そうですね。どうしよう、これからもう不安でしかない。でもいっぱい話す。いっぱい話す。いっぱい話す。はい。